続いてはですね、ちょっと商品を1個ご紹介したいと思いまして、ハイエースのスーパーチャージャーキットですね。昨年2リッターのガソリン用が発売になってですね、好評いただいてるんですけど、ハイエースのワイドとあとスーパーログとかに搭載されてる 2.7 リッターガソリン用のコンプレッサーキットを今回発売します。馬力がですね 36.8 馬力、トルクが50ニュートン、5キロですねぐらい上がります。でグラフを見ていただいて分かるように、4000回転以下の常用回転域でトルクが5キロぐらい上がってますので、かなり体感できる仕様になっていると思います。こちらですね、で専用のですねフューエルコントローラーとかがついてますので、このキットを買うだけで特に全部取り付けていただければすぐ乗れる状態になります。で2リッターのコンプレッサーは車のワイドがそんなにないので、ワンサイズ小さいスーパーチャージャーだったんですけど、 2.7 リッター用はですね、C10 っていう大きいサイズのスーパーチャージャー本体を使うことができるので、適正回転数でスーパーチャージャーを回せるので、非常に効率よくトルクが出てるというところが特徴です。で元々ハイエースはあまり回転が回る車ではないの で荷物を積んで走る車ですから、こういうルーツ式と呼ばれるスーパーチャージャーの方がレスポンスがよく、とてもこういうハイエースなんかには合ってると思います。で今回飾ってるこちらのハイエースは芸能人の大鶴義丹さんの車なんですけれども、実際バイクをですね車に積んで二輪遊びを結構楽しんでるということで中に積んであります。でこのバイクなんですけど、1台だと100キロぐらいの重さで2台ぐらい積めるので、そうすると簡単に200キロぐらい車重が重くなっちゃうので、やっぱりトルクアップして余裕を持って走りたいというような形になると思います。なのでハイエースオーナーさんはワイド 2.7 のワイドで乗られている方は待望のスーパーチャージャー発売だと思いますので、春ぐらいにはリリース予定なんで、ぜひ待っててください。